皆さんこんばんは、河合圭介です。本日2024年、3月の16日、21時2分、普通に撮影してるつもりなんですけどね、なんかやたらとなんかこう大事なこと言うときこういう風になるんですよ。後ろのライトなんかこう五光が差してるのか何なのか、あの雲の割れ目からこう光がこう差し込んでるような形に見えるような形にしてるのか、これもコンピューターの自動でそうなってます。すいませんね、視聴者の人たち、福原愛さんへのメッセージなんですけども、先ほど、動画で、なんか真剣がどうのこうのっていうよくわかんない動画を見つけたんですよ。で、名前ジャンさん、旦那さんの名前、なんかジャンさんと和解がとか言ってるんですけども、なんか遠回しに僕のこと言ってるのかなと。それだったらオリンピック解体の方でもエネルギーの残存量問題考えても絶対そう。僕のこれももう本人に聞いてみないと分かんないんですけども、話がどこでどうなってるのかで、卓球解体してもお金払ってもらわなきゃならない僕に。で、それは未払いだから法律名どうのこうのじゃなくて民法の損害賠償とかあるから、そこははっきりしてもらわなかったら頭の中を自動で取られるだけ僕は損。今も喋っていて取られてるから本当は。やりすぎ。で、今福原愛さんを責めてるんじゃなくてね、今まで歴代の活躍された、卓球界の人たちとかね、もう全員そうだから大抵の人は。めくみが入院っていう話の、電波で聞こえてきた人間が頭の中与えてなかった人間でしょう。で、対応しなかった人でしょう。で、さらに言うと、だからまあ、オリンピック関係に僕はどういうふうな形で深く関わってるのか、その科学の分野で。結局東京オリンピックもテレビの画面なんかほとんど見てないですから。結局家の中も電波つなげられて、僕はこの時間帯どの選手はどうしてる、こうしてる、それを予想して今はこの選手に頭の中を貸そうとか、そういう方法。テレビを見ているとその一つの試合には集中できるけども、全ての試合を行っているわけじゃないから、全体的な内容をこう対応していかなかったら、その次の試合次の試合がこれ時間帯必ずしもその予定してた時間から始まるわけじゃない、ないから、だから全力で取り組むような形になるともうどうしてもそうなる。テレビ見てる場合じゃないってなる。で、それを言わすためのその動画のアップロードなのか、以前動画上がってた内容。だからそれは僕はよくわかんない。本当に。オリンピック間近でこのタイミングでしょう。だから各テレビ局のことを正直疑っています。また君が入院っていうこと言ってきよう。電波で。本当はテレビ局をしていた人たちの稼ぎの仕事だから、僕は頭の中を重ならなきゃならない理由にはならない。本当に。しでかし、来たことだから本当は。で、元スポーツ選手とか今度建築業界とかに回って、まあ重機の免許の取得をして、でこれでまた万博とかの方行かれた話めちゃくちゃだから、これだけ行政の方にも言っていって、ある程度のところでは行政は動いてるんですけども、 JR とか乗った時ね、まだまあその辺歩いていてもですけども、遠くの方で、ああクレーンが動いてるなっていうのを見たらわかるから、まだ作りよう。クレーンが動いてるっていうことはそこそこの大きさのビルでしょう。マンションか、まあ、5階建てぐらいでもクレーンは動くとは思いますけども、エネルギーの残存量問題とか本人わかってます？福原愛さんとか卓球界の人たち。僕は若い頃ガソリン69年分、今も54年分、2011年のデータで59年分、先々までずっと掘っていくこと想定して筋出してる。今もロシア1万5000メートルまで掘ってくれてる。で、もうその卓球界を攻めてるんじゃなくてね、もうオリンピックワンセット、陸上から水泳から何から何まで全部無駄。現場で本当に意味のあることに労働力回しなかったからこんなことになってる。重機にばかり頼りすぎていたから。
例えばこの間能登半島の地震に関して、片一方のね道路で重機1台だけ動いて、土砂をねシャベルカーでこうすくって反対側にこうやってるでしょ。あれ重機がこうシャベルカーがこう動くから危ないから、横に人がいたら危ないから、だから1台しか入れない。力持ちが10人いったら、こちら側とあとそれぐらいいくらでも歩いて向こう側に行けるから、人間がスコップで、大きなスコップでね、あのまあ一輪車でもいいですし、そこは道路だからさすがになかなかこけないでしょうけど、まあ地震の時だから道路めちゃくちゃになってるかもしれないから、亀裂とか段差がついたりとか、だからまあ本当は三輪車とか四輪車にしといた方がいい。まあ三輪車ぐらいで多分なかなかこけることはないはずなんですけどもね、20人ぐらいでね、力持ち、体で鍛えてるアスリートが行って、そうした方が早いの本当は。だけどもエネルギーの残存量問題とか、政府がお金の使い方分かってないから、雇用助成金とか変なところにつけて何してるかって言ったら、経営者をコロ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 人入れ替えて雇用助成金で金儲けしてる。これは世の中の実態。まあもうスポーツなんかしてる場合じゃない。みんなが生き残る方が先で、いずれも席がなくなるから、それでも先延ばし、先延ばしにしかならないの。で、自分たちが生きてる今のこの年齢の僕たちが、もう僕は老人になった時点で、例えば60代だとか70代の頃に、もう今からまあ例えば13年後とか15年後とかの話ですよ、石油ね、産油国はね、そんなにたくさん売ってくれると思います？自分の国が滅ぶんですよ。スーパーマーケットの食料とか並ばなくなって、建設業界もあのありさま、議員も議員さんもあのありさま、もうみんなの自制なんですよ。ね、スポーツ業界、誰が僕にお金1円でも払いました？払ってないでしょ？払ってないの。で、一番最悪なパターンが、あの、フルーツラーパークに来ましたとか、あの、サンパレスロッコに来ましたとか、それ働きに来たケースの場合だと、今、福原愛さんを責めてるんじゃなくて、いろんなスポーツ業界の人に言ってる。もう耳にタコができるぐらい多分、言わなかったら、すぐ忘れる。本人たちに自覚がないから。人の仕事奪っただけ。ダメ、そのようなことした。なんか入院入院ってまた言葉が聞こえてきてるんだけども、入院でね金儲けしてた医療業界もアウト。その延長線上がコロナウイルス、生物兵器で、もともとインフルエンザも医療業界を作っていた。これが真実。昔その話聞いたことあるんだ、あったんですけども、誰や動画見ながらヘラヘラヘラしてるの、気抜いたやつ。真面目になれ。世界のルールは法律や。条約違反や。生物兵器使って1500万人殺した。コロナウイルスの死亡者、世界中の統計1500万人っていうことで言うと、インターネット上の統計は。だけどもそれしかもう一般人分からへん。行政が世界国勢税にコロナウイルスのその死亡者の統計の数出します。インターネットのことだから、多分いい加減の数字でしょう。だけどこの1500万人の死亡者って人らもびっくりですよ。第二次世界大戦の次ぐらいの死者の数じゃないですか。いや、まあどこからどこまでがね第二次世界大戦なのかって、それも判断その国によっていろいろ違うんですよ。日本が降伏した後、まだベトナム戦争とかあったでしょ、朝鮮半島の戦争とか、あの人たちにしたら第二次世界大戦のままなんですよ、その戦争が終わるまで。他にもいろいろあるから、ユーゴスラビアが崩壊した時とか。これも続いてるよな、国連っていう単位でまとまってたはずなのに。もう僕も何から説明したらいいのか。とりあえずホームページ、淡井圭介の履歴の方でね、あの金属回収地点とかいろいろ掲載して、他の人たちで、ジョーブログっていう人たちと、あとまあ別の方たちの、動画とかでね、
まあ、行政が静化してきた、もうそれはもともとバブルの頃なんですよ。1990年の。まあ、それバブルっていう、僕の名前は、泡立つ方の泡の感じじゃないですよ。栗によく似た字で、下が米のね、泡なんですよ。バブル崩壊は僕のことじゃないんですよ。もちろんその時僕中学生ですから、絶対違いますから、ソビエト崩壊。その頃。まあ、こんな世の中間違ってたっていうことで、もう株なんかやめだっていう話になったの。エネルギーの残存量問題の方が上だって。だけども、後の世代がずっと間違いっぱなしだ。で、何が悪いかって言ったら、はっきり言ってテレビが悪い。新聞も悪い。そういうことを前面に、表立って公開しないから。議員さんも含めて。全員。世の中のほとんどの人全員。もうこっからスタート。そこから潔さが生まれるから。もうこれ無理だと。もう分かったことだから。まず商業原理的に見合わないところはもうやめましょうと。自動車の生産台数を世界中どこの自動車メーカーも100分の1にしたら CM 料なんか払ってくれません。スポンサー料金無理です。それでいいんです。スポーツ振興法とかもともといらなかったんだから。スポーツ振興法とかオリンピックに関する条約とか消したら、万博に関する条約も消したらできない。それでいい。そんなことしても無駄。本当にそんなにすごいものは何かね、万博とか世界中の人を呼び込んでね、するぐらいすごいものがあるんだったらテレビで放送したり、家で見てそれでしまい。行かなくていい。入場料払わなくていい。で、会場作ったりする、あれもう何年かけてると思います。もうわかんないでしょ。僕もわかんないんです。いつスタートしたのか。それぐらい長期間かけて工事しなきゃなんないですよ。重機何台動いてると思います。どれだけの物資運搬してると思います。とんでもない量のガソリンなくなってます。で、老朽化した家屋をほったらかしにしてる。で、そこを解体したら金属が出てくるんですよ。で、木材が出てきたら、それは、木材を燃やすね、かまど発電の方。バイオマス発電っていうものは、本当は生ゴミと汚泥を、タンクの中に入れておいてね、金属製の。そこで発酵させて、メタンガスを、採取すると。それがバイオマス発電。日本全国に下水処理場は1500箇所くらいあるんですけども、生ゴミの運搬する距離を考えて、で、あと、ゴミの分け方とかを考える。この話、自分たちでも言ってもらったことあります？言っといてって。で、言いました。あなたたちもテレビ出て。で、燃えるゴミに関しては、燃えやすいね。こういうふうな紙とかを燃えるゴミにして、で、生ゴミっていうものは、家で料理したらわかると思いますけども、人参の皮を剥いたりとか、ね、生ゴミが出てくるでしょ。そうすることによって生ゴミの量を少なくしなかったら、周りね、例えば1000世帯あったとして、100メートルかける100メートルの高さ15メートルほどの貯蔵庫を作ってね、そこにおでいを入れて、で、生ゴミをね、1年間入れたらいっぱいになると思いません？まあ、ならないかもしれない。もしかしたら。まあ、僕一人暮らしだから、45リットルの、燃えるゴミ。まあ、燃えるゴミと、鼻かんだりした時とか、正直こう、いらない紙とか、こう、くしゃくしゃって丸めて、こう、捨てたりするじゃないですか。それプラス、生ゴミとかで、1ヶ月で1袋ぐらいだから、1ヶ月で1袋いかないかな。まあ、それぐらい45リットルだったら。だから、まあ、僕はいろんなところを、建物、解体するべき建物をいろいろ撮影したりしてるんですけども、そういうところで、ね、各地点に作っといたらいいんですよ。で、それは業者がね、ステーション、生ゴミのステーションから持って運んで、そこは管理して、まあ、入れておくと。管理者がね、その設備とかも管理しなきゃならないから。それをしなかったら、その虫が湧いたりしたら大変なことなんでしょう。ハエとかもそうですけども。だから密閉とかしっかりしておかなきゃならないし、誰かが勝手に開けたりしないようにね。
開けっぱなしにされたらとんでもないことなんでしょう。ご老人の人たち今多いから、例えば、認知症の人とかはね、こう勝手に開けてほったらかしにしたらもう虫で大変なことなんでしょう。まあまあ、あのジョーブログっていう出演者の人たちが撮影してくれてるその廃墟のところとか、ああいうようなところで、あのもう地上深くね、もう何百メートル何千メートルもそこから金属取り出そうと思ったら、引っ張り上げるのにエネルギー、ガソリンとかすごく消費されるの分かるじゃないですか。電気を使うにしてもね、ガス火力発電所があります。その天然ガスの7割は石油の揮発したものなんですから。っていうことは、地上にある、ね、老朽化した建物を解体して土地開けてバイオマス発電作って貯蔵タンク置いて、なんなら日本全国ね1万箇所ぐらい作ったらいいと思います。そういうことだと思いますよ。さすがに1万箇所作ったら、まあ1年後ぐらいにはかなりのメタンガスはだいぶ発生させれるんじゃないですか。それプラス、あのまだ土地空いてたら、バイオエタノール上流の方ですね、それは草からとかも本当はできます。しようとしてないだけです。だからそのオリンピックを前にああいうふうな動画をアップロードしたのが、そのジャンとかいう言い方、男っていう意味ですから、フランス語でね、ジャンは、ジャンヌが、女性です。男性女性の違いです。フランス行ってました、福原愛さん。まあ一応あの記者会見の時の、髪の毛くくってるバージョン、その姿でこの辺を歩かれてもわからないし、かといって今僕の顔を使って若返られても困ります。そういうことなんですよ。まあ、スポーツ業界もだいぶね、あのオリンピック関係のところが全部なくなってくれたら、スポーツで飛び回ってる人と見に行く人のそのエネルギーの消費っていうものはなくなりますから、これはかなり効果がある。世界中だけの往来でもそれで何百万人分も減るんじゃないですか。今の選手の数だけですよ。1日で滞在したら他国へね、1人で1日で滞在したら1日なんですよ。1人で7日滞在したら7人分なんですよ。計算の仕方ってそうなんです。だから長い間勝ち続けていて、他国に長い間いる、結構これはあるんですよ。1ヶ月ぐらい他国に滞在していたりとか、だからサッカーの大会とかでね、前もって現地行って現地で練習するとか、そこの時間軸になれるから、そういう形でしてたでしょ。2002年ワールドカップもそう、日本と韓国で行った時、淡路島にも、淡路島イングランドの人かな、どっかの国の人が、あの辺りで借りて、練習拠点で、それからスタジアムへ行って試合だ。日本には、まあ、決勝まで残るところだったら1ヶ月ぐらい滞在してたことになるんじゃないですか。結構前から来るでしょ。もうもしかしたら1ヶ月超えてるんじゃないですか。結構前から来てましたよね。だからそれで、例えばだから、選手、監督、コーチ含めて30人以上いるでしょう。で、事務関係の人とかもいません、通訳の人とか。で、取材人、マスコミ関係の人たちも行くでしょう、世界中から。その人たちの数もとんでもないんですよ。サッカー1チームだけで、1ヶ月滞在したらどうなるか、1000人以上。一つの国だけで。だからさっきの何百万人っていう数、簡単。僕の言ってることの方が正解。最後まで話聞かないで判断した人間の方が、今更ホームページ淡い圭介の日記のあの情報量を見て、どちらの方が実力あるかっていうことを判断できない人間の方が頭悪いの。申し訳ないけど、もう大学行った人間ならもう大体そういうものですよ。あんまり自分で考えないから、学歴社会に頼って。だから何百万人単位で世界中の飛び回る人の数が減ります。僕の言った内容で動いてくれたらね。いまだにサッカー界なんか2リーグ制で12球団にしてくださいよって言ってても誰も対応してない。
国会議員の人も。何のためのスポーツ庁だったのか分からへん。だスポーツ選手がただただみんなの税金で金稼ぎするためにあったのがスポーツ庁だったっていうことになる。僕一人では手に負えないから、もともと関係者だった人たちがね、一応これ僕は20歳ぐらいの頃に出した結論なんですよ。フルーツラパークで。だからもう商業原理に当てはめて、スポーツ振興法とかいろんなものなくしてね。さっきも。で、万博とかも開かなくていいし、もともとテレビで放送するものなんかあんまりない。2社2社合併で、フジテレビとテレビ朝日、TBS と、日本テレビ放送も株式会社。その両方を合併させて、朝は8時から夜は23時までの放送、後全部なし。その以外の時間帯は。それぐらいでも、テレビもずっと再放送ばっかりしてるから。池上明のニュースそうだったかに関してはもう再放送で、かといって、まあ、再放送するときは再って家あの書いとかなきゃ、新聞とかあのテレビの字幕欄のところに。でその多分下着以上の写真集を出してるようなものまでテレビに出てる。無理、あの番組もなくしゃいい。もう池上明さんも年齢は年齢だから、もう76歳だから、もうテレビ出ていいような年齢じゃない。どうしてもあのエネルギーの残存量まで分かっていても、自分が生きてる時ぐらいはどうにかなるって考えてしまうから。それは人間の実態だから。だから危機感持ってる人間じゃなかったら無理、務まらない。危機感っていうのが自分の生活とかのスポーツの勝ち負けが危機感だったら、それも意味が全然違うから。これは資本主義の実態。ただの金稼ぎの連中だったっていうこと。人助けじゃなかった。以上です。まあ、ジャンさんがとか言ってた意味が全然わかんない。で、スポーツ業界の人たちが建築業界とか、あと最悪ハリケーンマッサージの方とか言ってる。で、髪の毛染めるのやめれないぐらいの人間。もう大したことないから。裁判所でも見かけたら、すぐに髪の毛染めてない色に僕を戻してる、言って内部告発と同じで、一回裁判所から離れて労働基準局に戻ったりだとか行ったり来たり、もうずっとそれ、最初から最後までずっと髪の毛染めなかったらいいの、簡単。そんなものに根性なんかいらないから。スポーツ選手あんまり大したことがあるように見えない。髪の毛簡単に染めてしまう人たち多いから、やっぱり根性ないんだと思う。本当の意味の根性ね。自分が耐えるとかそういうことじゃない。ちゃんと今社会全体がどういう状況かっていうことを理解して動いておくこと、これができたら根性ある。なぜならそこまでの知識を身につけるのに根性がいるから。だからもう元々二十歳そこそことかで大卒だからってテレビなんか出したらダメ。アナウンサーとか他の人もそう。先にエネルギーの残存量問題とかどういうふうに対応しなきゃならないのか、それを述べれるようになってから。あとは卓球界は卓球界で経済原理的に本当に稼げるのかどうか、自分たちで今まで作ってしまった体育館とかの返済をしなきゃならない。バスケットボール業界も同じ。破綻の方向に向かって新しくバスケットボール球場を作ってしまってるの。そのまま持たせたい。その瞬間すぐ破産する。その年で。固定資産税と売上、法人税は 23.1% の方。それでも終わり。絶対無理。給与を支払えませんってなる。もうそれぐらいせんかったら無理。増えていく一方。僕は20歳ぐらいの頃は女子バレーボールもいくつか合併してもらいました。社会人バレーボールですよ。これは本当の話。そういうふうなところはある程度企業さんの方が動いてくれて対応してくれてた。その時の国会議員の一部の人たちはまともだったのかもしれない。ただ2006年に東京都の、条例でオリンピックの基金の条例が出来上がってしまってる。
だから2006年に出来上がってるっていうことは、2005年ぐらいの頃には水面下で話もついてたんだと思います。精神病院、僕は入院させられたのが通院させられたのが2003年か4年の頃でしょ。雇用病院だったら2004年の頃でしょ。話合ってくるでしょ。精神的に僕を追い詰めて苦しめて金稼ぎをしようとしていた。で、そこは精神病院の医者とかももともと公務員とか警察官とかいろんな人たちが持ってる。で、そこの医療業界がコロナウイルスを作ってるの。もうそれバレた後、だからもうそういった連中が今どうなってるか僕も分かんない。野放しになってたら無理。全放送で、名前と住所、電話番号全部公表、そいつらで、裁判所はそいつらの名前を絶対変えないことで、もちろんそれを教えかしてしまったんだから、もちろんそれ相応の判決、もう絶対どうなるか分かる。そこで死刑判決全かったら、死刑判決なんか最初から最後までなかったことになる。1500万人殺してんのよ。無期懲役に関しても、もうその時点で人生終わりだから、けどもうそこまでのことをしてかした人間はそうするしかないと思いますよ、僕の中の考えではね。だけどそのニュース見てないでしょ。もうこの世界もう全然手に負えない。みんな僕の言われた通りにサッとしといたらよかったって、そういうこと以上。動いてくれてる人たちが動いてくれてるから、その人たちの動画にアクセスできるようにはしています。今新しく行政と建設業界がしでかしたことって書いて、先にエネルギーの残存量問題とかを覚えてからって。だから議員になるには100年早かった、つまり一生ならなくてよかった人間がもともとこの世の中を牛耳ってたのよ。無理よ、こんな状態だったら。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。だからもう全員の命がかかってるから、だからその医療業界の人間もどういうふうな考え方でコロナウイルスを作って人減らしを考えたのか、っていうことですね。だからもうみんな本音で本当のこと言うことですね。だからそれは危機がいるから、医療業界からね、それこそお金、口座を丸ごと抑え込んだったらいいんですよ。余計な薬作っても、製薬会社。安倍政権の時に、2016年に一回借金が減ってるでしょ。国の借金がずっと増えていったのが減ったでしょ。ああいうことは普通起こりえないんですよ。だって税収が、まあ、今円安だから70兆円ぐらいあるのかな。ちょっと前は50何兆円なんですよ。で、1年間の支出が出ていくお金の方がね、もう今100兆円超えてるんですよ。じゃあ、まあ、他にも国の持ち物とか売れば一応お金にはなりますけども、例えば1兆円分売ろうとしてね、誰かが1兆円分お金出さなきゃならないんですよ。いろんな、ものすごいいろんな企業とかに売りつけても、1兆円も集めれます？無理でしょ、普通。じゃあ何したかって言ったら多分訴訟だと思いますよ。その横内業界と、組んでただろう、なんだろうっていうところでね、いろんな企業の貯蓄を国の方が差し押さえた。それによって2016年安倍政権の頃、借金減らせてる。っていうことは会社が大きなお金を動かさなくなったらどうなるかって言ったら高いビル建てなくなる。建築業界にお金回せるだけ。意味ない。で、広い空間のある建物を作るでしょ。それだけ夏場はエアコン使う。冬場もエアコン使う。エネルギーたくさん消費する。最初から天井なんか低くしといたらよかった。天井高くしてる方が頭も悪い人。賢くなった気分で働いてる、大きな会社をね、主任課長部長さんいらっしゃると思いますけども、まあ公務員で言った局長さんとか、自分のところの会社の手順見てみましょう。頭へいいかよ、いいか悪いかすぐ分かるから。高かったら頭悪い。
僕もいろんなところ働いてきたところで、もう建築の仕方からして頭の悪い人たちばっかりだった。でもこれは本当、世の中のこと分かってるつもりになってるだけ。高級だのなんだのって言って、もうどこも同じ。会社が大きければ大きいほど余計な建物を作りたがる。そんなことしてるより普通に考えたらね、自分たちのボーナスとかちゃんと貯蓄しておいて退職金に回しておいた方がいいでしょ。一回自分の家の家計から、出直し。電気代どれぐらい使ってるかとか。もうそこから、そういうところから。そうじゃなかったら、どんな建物、良い建物とかもわからないし、もうそう、もう作らなくていいの。もうずっと人口縮小してるんだから。ほとんどの年が。僕は生まれる前から。生まれるちょっと前、1977年生まれです、私は。その少し前から人口もこういうふうに、男性、女性、生まれてくる数がもうこうなっていってるの。今の株価なんか絶対ありえない。国力を示すものだから。自動車の生産台数、世界数で100分の1にしなさい、革命かわってなったらどうなると思います？株価？日経平均8000円ぐらいになるんじゃないですか。もしかしたらもっと下行くかもしれない。あと医療業界とかも、余計な薬作らないようにさせたらどうなるか。もうそこも株価暴落する。当たり前。本当のことバレたらそういうもの。今まで悪いことしてた分がバレただけ。で、今まで悪さしとった連中から資産と、取り返したい。もうそういうもの。口座、年金、支払い始まったら、差し押さえれる。これは本物の法律。そんな悪どいことして金儲けしといて、お前そんな高い年金もらうのかって。お前世の中舐めてるやろって。で、これをせんかったら思われへん。医療業界の悪さ。そこ、化学業界と多分結びついてる。だから余計厄介。末端の警察官の人たちとかも含めて上から下まで、その辺のところで世界中、自衛隊とか、世界中で自衛隊とか軍関係者の人たちってもう数すごく少なくなってると思いますけども、そういう人たちでね、しっかりと対応して、二度とコロナウイルス、もう次どんな菌作るかわからないから、それこそ治らないようなものを作られたらどうされます？みんなコロナウイルス全員かかりましたよね。あの時めちゃくちゃ苦しかったでしょ。あの状態で世界中の人がなったら、それはもう、それはそれで滅びますよ。あんな状態で仕事なんか絶対無理だから。本当にまずそういうところもしっかりと。あとエネルギーの残存問題。あとはもう、その IR4 なんかは通ってしまいましたけども、あんな法律もともといらなかった。それは安倍政権の時に作ってしまってる時点でなんか変でしょ。してることが、ね、一応ちゃんと差し押さえたりとかで2016年に結果出してるのに、IR4 が出来上がってるでしょ。もともと阪神・淡路大震災の頃から、兵庫県神戸市に新幹線の方の新神戸駅っていうところがあるんですよ。そこのすぐ横に、昔はオリエンタルホテルっていう名前のホテルで、現在名称クラウンホテルっていうところで外資系になってるんですけども、そこの、地下というか隣にあるような複合施設のところ、そこのテナントも、要するにテナントってお店のことです。洋服屋さんとかね、そういういろんなもん。もう阪神・淡路大震災の後、もう軒並み閉店してますから、その前からもしかしたらもう閉店したかもしれない、いっぱい。もともとそういうもの。もうみんなスーパーマーケットぐらいしかあんまり買い物に行かない。あとはたまに靴屋さんとか、もう服に関しても上着まずそんなに買うことないでしょ。穴開くこととかなかなかないから。じゃあもうほとんど肌着ぐらい買うもの、靴下とか。それはスーパーマーケットに大体売ってる。だからイオンモールとかダイエーさんとか。あんまりする仕事なんかもともとない。で、それでよかった。で、それも労働力どこ行くかって言ったら、重機に頼らないで建物を解体。だから昔 GTO っていうドラマがありましたけども、反町隆史さんでしたっけ？
あの人も多分フルーツやパークに一回働きに来て僕と話したことあったと思うんですけども、一応ねああいうふうなもともとよくない漫画の主人公ですよ、暴走族も絶対あかんって。で、ああいうふうにね、ハンマーでね、最初の方の話ハンマーでこう壁に穴開けてるんですけども、あれもともとね壁って あんまり木の板入れてなかったはずなんですよ。ある程度は入ってますよ。だけども、その、もともと土を乾燥させて壁作ってたんですよ。だから、もともと昔は老朽化した家をこう、ああいうふうにハンマーで、まず周りの、壁の部分をね、土を、取り除いていって、で、木の板とかを、まあ、ノコギリとかで、まあ、すごく切れ味鋭い、ナイフみたいなものでね、こう、切りつけて、それ割ってしまう人、すんごい力持ちの人、身長多分あの人はもうご高齢だと思いますけど、もうこの世にいるのかどうか分かんないですけど、昔もあの世界丸見えか何か見ました。刃渡りこれぐらいのナイフでもうこう叩きつけるような形でね、一撃でねこれぐらいの深さまで裁断して木片に変えてましたね。だ仕事だめちゃくちゃ腕力のある人だったら、その一軒家のね横の壁の、厚さはもう正しくこれぐらいですよ。分厚さはこれぐらいの木の板。それぐらいだったらもう一撃で、結構進んでいきます。まあ、3発ぐらいで、長さこれぐらいの、厚みがこれぐらいで、長さがこれぐらいで、3発ぐらいで多分終わってしまうんじゃないですか。だから、斧で巻き割るような形。だから本当は斧だったのかもしれない、昔は。なあ、もうガソリン使わない方法っていうのを徹底的に追求して行動するしかないんですよ。それでもガソリン尽きるんですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。